まあ、3連勝、ダイヤモンドレースをこのしっかり勝って流れをというのは、いやー、まあ、その立ち上がり関係ない中で、うん、まあ、気が、ね、どうしても気持ち的に、うん、違う部分があるんですけど、まあ、それでもいつも通り、昨日みたいな、まあ、精神状態でした、はい、しかもこの、より前々というかその位置も、あ、そうですね、うん、で最初に切ろうと思ったんですけど松浦が来て失敗しましたね。あ、もう先に自分から動いてと思って行って松浦が外して、うん、って感じだったんですけど、あとは、まあ、松浦が番手で粘るような格好になってで、まあ、バックぐらいか吉田拓也も踏んでたので、まあ、これ切る手応え感触は、まあ、ね、一社分短くなってるんで、そうですね、いけるところではあんまり見すぎてもないし、多分、いや、綺麗な最後のゴールの勝ち方、ちょっとマサさんちょっと最後遅れちゃったからワンツーではなかったけど、まあ、自分の中では、まあ、今回は変わらないです、ではないです。準決勝見ました、11レースで、まあ、平野さんがいる中だけど11レースのやっぱり一番車ということで期待も、またそれを、プレッシャー引っ張りますね、